この試験で配属先が決まるのね。お姉ちゃんと同じ隊になれるといいけど。いえ、今は考えても仕方がないわ。とにかく集中しないと。私の実力なら完璧に課題をクリアできるはずだわ。落ち着いて対応しさえすれば。私の超能力、霊的なら怪異を襲撃できる。戦闘向きだってお姉ちゃんも褒めてくれたし。はあ、こんなところに。お姉ちゃんはうまくやっているかしら。きっと大丈夫。お姉ちゃんは優秀だもの。